テイサバーアンナコーン・トランは、タイのトラン県の県都である。人口は59,637人であり、トラン県の県庁所在地であるムアントラン郡も存在する。トランは、タイの首都バンコクから 839km 南へ離れた位置にある。トランには、トラン川が流れており、テナセリウム丘の間からアンダマン海の方へ流れてゆく。 トランは熱帯モンスーン気候の地域であり、一年中様々な気象による変化に覆われる。2月から4月にかけては気温が高く最も暑い時期が見られる。その間で湿度が少々下がっていき、乾いた空気に覆われる。一方4月から12月は湿度が少々上がりつつ湿った空気に覆われる。9月では雨の降水量が最も多い。一年を通して、 雨の降る確率は、多いが湿った空気の変化に生じる期間も多い。トランの主要な交通網としてパッタルンまで結ぶ、ペトカシーム道路が通り、その道路は他に、南東方向のマレーシアへ、クラビー、パンガー、プーケット、ラノオーン、チュムポーン、プラチュワップキーリーカン、ペッチャブリー、ラーチャブリーなどの各都市へ、また北方面のバンコクへと、各方面へ繋がっている。 トランには、タイ国有鉄道の南本線の簡単支線が通り、その終着駅である、トラン駅がある。トランから 7km 離れた場所に、トラン空港がある。タイの航空会社である、タイアアジア社やノックエア社が、トラン空港から、バンコクのドンブアン空港までの間を直行している。ありがとうございます。